5000しかできんがさ、5000のうち3000とも村ってやばくない？どうもんやさん、おごもにしは。やっていきましょう、解読。タコ？ 5000 のうち3000？ 村で？パンタは何やっけ？ロビー、タコ、タコ来る？こっちに。一人隠れてるように見えた。来れないしちゃんか。あ、いいね。まあ、安全だよ。こっち来るならあげるぜ。うん。占い師オフェンス超講師心眼ちゃんですね。救助俺一人心もとないけど、お、いいね、持ってますね、心眼ちゃん。めっちゃくちゃランニングしてる。上には占い師さんが解読してるんじゃないかな。これ心眼ちゃんにあげます。あげましょう。あいつの方が解読早いんで。はい、引き継ぎリレー。はい、行きます。タコ海辺方面行きよるね。危ないよ。どうする？大丈夫？占い師は船上の方を心眼ちゃんに残してあげたんかな。ね。これやばい。一気に持ってかれるわ。散歩、いくら散歩したっつってもね。鬼没かなんかでも持ってかれるね。ナイス。ナイスナイス。興奮じゃねえよな。よりよりだ。これ判断できたのかい。そしてここで引き継ぐ。引き継ぎます。ヨリノリで行け。俺の前でヨリノリを使ったとな。そしてそのまま占い師さんのね、引き継ぎもできるようになって行け。あのタックル一つで10秒ぐらい、20秒も、ね、30秒も持つっていうのはね、めっちゃくちゃ価値がある。ね、ボール4分の1使って仲間の命が30秒持つっていうのはね、やべえわ。価値ありすぎる。キキ一発つけてさ、そのまま救助して、ボールでタックルしても、キキ一発中に殴られて、20秒後にもダンやん。ね、勝ちない。なさすぎる。やべえ、あのボール一つでこんなに変わるとは。恐ろしい。パンダ接近占い師を追うのやめて、調校舎に行きました。定型文が、ね、定かであるなら。ダブル11方面解読中。あ、ど真ん中？負傷状態でど真ん中解読しないと思うんだよね。ということで引き継ぎの時はね、向こうら辺に寄せましょう。うん。まあいいや。うん。とりあえず遠く離れます。とりあえず遠く離れます。えい。もう一回やる。外もあったか？オッケー。よっしゃ。行きます。そのまま行きます。そのまま行きます。そのまま行きます。こっちがあるかもしれないんで、わからないからさ、そこは行かない。うん。反対近くにそのまま行きます。触手バン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 使わして、とりあえず歩きます。あ、いいね。声上がった。オッケー。いいよ。はい。やることやった。うん、完璧。おーい、それなんか言ってくれ。俺死ぬぜ。全然警戒しなかったよ。俺死ぬぜベイビー。そのまま走ります。あいつ 足遅いんで、そのまま走ります。窓をまたぎます、そのまま回ります。あいつ足遅いんで、もう一度回ります。あいつ足遅いんで、触手出さない限りあいつ追いつけねえでしょ。あ、はい、終わり。タコ終わり。もう一周回ります。あいつ足遅いんで。閉鎖空間やめてくださいよー。やめてくださいよ、閉鎖空間。喉痛えわー。大声出したくねえのに。